ちは、デモンストレーターの田原英一です。今日の今時ポートレートフォトウォークは意外なところ、1階の奥の部屋スタートということで、実はいつものスタジオがですね、健康時のあのアウトレット、まあ、健康プロフェッショナルイメージングのアウトレットと販売場所になっている関係でスタジオが使えないということなんで、今日は特例でここスタートということで、これからレンズベビーを持って中野の街に出ると暑いからどうするんでしょうね、どういう具合に行われるかを見ていこうと思います。あれ、その28ミリは日本で非売品のやつですよ。え、そうなんですか。シルバーボディは日本では入ってきてないので。本当にこの間送ってきて、はい、あのレンズベビーアンバサダー特権でシルバーを、はい、ってます。このクソ暑いのにやってきました5の55番地ということで、これからここで撮影をしていこうということですね。でもあんまり日向に出たくないですね。ねえ、ヌナさん。確かに。下が当てるから。撮るときだけこうやってレフが当たるということですね。で、レフは先生自ら。はい、皆さん撮りますですよ。日差しが強いときは銀レフを使わないとか言うんですけどもね、先生自らあのとにかく夏の暑い光をイメージということで銀レフだそうですね。これでレフが当たると、はい、結構強烈に当たってますね。はい、さすがに外が暑すぎたということで、今これはですね1階の部屋で撮影ということになっているわけですが、先生がレンブラントのライトを作って皆さんで撮っていくということですね。明かりを当てたところだけがちゃんと綺麗に明るくなるんです。後でがっかりするんですよ。少し。できたじゃないですか。これで一番読んでできたんですけど。これだとわかんないもんな。これぐらい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 いいです。これでバックが黒くなるんですか。そう、これで。どう、ちょっと自分のカメラを。私は呼ぶ声が聞こえたけど、私どこ見たらいいのか分からない。いや、いいです。大丈夫です。先生、絞りはいくつぐらいで行くんですか。絞りは、先生、ね、さっき8ぐらいだと背景間違いなく落ちると思います。で、8ぐらいで撮った時にストロボと違って LED ちょっと光量が弱いんで、ハイライトが今どのぐらい出てるか、今ね、この LED の光量がだいたいですね 60% なんですよ。さっきですね、もう先生、レンズベビー的には8よりももっと開けないとソフトにはならないですよね。まあそうですね、レンズベビーでやったらやっぱり4、まあ絞っても4ぐらいレンズベビー使ってる人は、あとはちょっとシャッタースピード速くしか一般感度落として、やっぱ速くするんですよね。そうです、私のさっきは間違いじゃなかった。間違ってる。ほうほうほう、カーテンを少し開けるんですね。皆さん、大丈夫だったらちょっと来てもらっていいですか。どこに行きますか。ここら辺。こっち、ちょっと外向いてもらって。そうそうそう。もうちょっと奥だね。じゃあこっちのカーテンで調整するの、ここのカーテンの あのあれがスリットがここにこう入る。ネジはこっちから取るんです。うん、
本当は外から1個ストロボバンって炊きたいと思う。そうですよね。ストロボね。そうそうそう。これだとちょっとあれか、あの、炊くね。これは6月だからね、あんまり。1個、トリガーと1個借りてもいいですか。はい、じゃあ用意します。自分の位置、はい、今外側にストロボをセットしたので、それが効くかなというところなんですけど、どうでしょうか。設定消しちゃったんですか。LED 一灯で窓越しにストロボ。はい、試し撮りします。お、バッチリ光った。もうちょい暗くてもいい。混ざってますね。でも大体バッチリね。もっともっと、もうちょい、まあ、こんな感じで今ストロボをセッティングしているというところですね。今一応顔がシマシマになってるから、あ、ごめん、俺とか。はい、撮ります。どうだ。ああ、そう、ちょっと影が太いんだね。はい、そうそう、もうちょっと細ストロボの位置を再設定し直してまた撮影ということですね。このね、スリットをなんとかうまく活かしたいということが意図のようですよ。入ってます。ん、違いますね。今あのルナちゃんがカーテン触っちゃったから。今ほらあれ、目が目にこう入って、右目、右目、こっち、うん、あ、じゃあこっちだと当たってない。そこ、ここ、そこ。はい、撮ります。うん、今のは入ったと思う。あ、あ、いいじゃん。はい、はい、オッケー、オッケー、オッケー。あれ、見てください。ああ、いい感じですね。